近年、中国海軍の動きが活発化所の動きは海底でも同じ。今回、その知られざる海底で、どんな任務を行っているのか、詳しく見ていきます。日本の静粛性に比べ、中国の潜水艦は、騒音を鳴らしながら走る車と同じ、明らかな性能の差がありますよね。では、日本の潜水艦現況がどうなっているかというと、そう、竜型潜水艦計画における潜水艦の建造がすべて終了。ラストの11番艦、鳳竜と12番艦、東竜は、リチウムイオン電池搭載の最新型潜水艦となる。静粛性については、世界でトップに君臨した。現状、通常動力型潜水艦しか所有できない日本が、リチウムイオン電池の進化によって、原子力潜水艦よりも優れた性能を持たせることができた。現在オーストラリアが着手している自国建造も、日本の計画に乗っかればよかったと後悔しているだろう。昨今、中国海軍が尖閣周辺を潜水艦で接近しているが、海底ではどんな行動をしているか、地上からは見当もつかない。日本の接続水域で中国の原子力潜水艦らしき艦艇が奇妙な動きを見せた映像を覚えているだろうか。時は2018年1月、宮古島及び尖閣諸島の一つである大正島の接続水域を潜航しながら日本の領海へ勝手に侵入してきた中国海軍の 093B 型原子力潜水艦の話である。この時の潜水艦の写真はほとんど公開されていなかったが、中国国営テレビ映像の中で 093B 潜水艦が映っていた事実が発覚した。その映像は CCTV 中国中央電視台というチャンネルで中国海軍の報告として黄海と渤海で行ったとされるミサイル兵器システムの攻撃訓練を放映していた。その中で他の艦艇とともに 093B 型原子力潜水艦が含まれていたのだ。 CCTV で放送された映像を見ると093B 型原子力潜水艦であることが容易に判断できる。それと2018年1月に日本の接続水域に侵入した潜水艦を見比べると瓜二つなのである。中国の 093B 型原子力潜水艦の特徴はセイルと呼ばれる海の後方の付け根に備えられたミサイルを収める台形状の膨らみがあるところだ。また、十字方向舵の上に、構造物も確認が取れたことから、1月に勝手に侵入してきた潜水艦とほぼ一致した。しかしながら、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年以降に複数就役をしていたため、これが接続水域に侵入してきた潜水艦なのか否かを完全証明するものはない。ここで、最大の疑問でもある中国原子力潜水艦はどうして浮上したのかについて推測した結果について伝える。防衛省の発表によると2018年1月10日海上自衛隊護衛艦と哨戒機 P3C は沖縄県宮古島の東北東の接続水域を北西に進行しつつ怪しい潜水艦を確認したとある。接続水域というのは、公海のことであるが、領海にも接しているため、一定の海上権限を行使できる水域でもあるのだ。発見後、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間追跡している。そして、2日後の12日午後になって、尖閣諸島、中国名、長魚島北西に位置する東シナ海の公海に浮上し、中国国旗を掲げた哀れな潜水艦を海上自衛隊が確認したことは有名だろう。尖閣諸島は
日本と中国が領有権をめぐって対立している当初というのは、今更説明するものでもない。また、近辺を中国艦船がうろついているというのもよくあることなのだ。当時の防衛大臣、小野寺一則氏は、事件が発覚した5日後の1月15日、この中国潜水艦は、小球と呼ばれる093型原子力潜水艦であるという分析結果を公表した。小球は新型の攻撃型原子力潜水艦であり、長さは 110m、水中排水量は6100トン。最大速力30ノットという性能を持つ。しかも、長い射程距離を持つ巡航ミサイルも搭載できる原子力潜水艦となっている。日本の接続水域に侵入した中国潜水艦は、公海でなぜ浮上して国旗を掲げたのかというところにトピックを当てよう。潜水艦には、ステルス性が非常に重要視されているため、軍事的にはありえない行動をとったのだ。日本に見つかったからといって浮上して自分の居場所を明らかにしたという不自然さに、中国国内では様々な推測が飛び交っていた。海外の中国系メディアの分析によると、中国潜水艦小球が浮上し国旗を掲げた理由を以下のように述べている。一つ目は、日本へ尖閣諸島の主権を主張しようとした。二つ目は、海上自衛隊による対潜水艦作戦のおかげで追跡を振り切ることができなかったため、やむなく浮上し、身元を明かした。日本の沖縄などを含む琉球諸島は、中国が第一列島線とし重要視している場所でもある。この第一列島線というのは、冷戦終結後に中国が対米防衛線とした九州から沖縄、台湾、フィリピンまでをつないでいるラインのことだ。そこが米中両軍の潜水艦が年中潜航行動を展開していると推測される海域であるからこそ、あえて隠密行動という潜水艦としてのプライドを捨ててまでも存在を晒したのだということかもしれない。この事態に中国の一部のネットユーザーから多くの意見が上がっていたので以下で紹介する。2日間も日本の潜水艦に追跡されていたということは、中国側のオトモンは完全に把握されただろう。例えるならば、パンツまで見られてしまった状態ではないか。ここまでやられるとは、小球は本当に最新の原子力潜水艦なのだろうか。本門とは潜水艦それぞれが持つスクリュー音のことで、潜水艦によって異なる。いわゆる潜水艦の指紋とも言われ、音門のデータさえあれば、どの潜水艦なのか一目瞭然となってしまうのだ。通常、他国の領海を通過するときなら、浮上して国旗を掲げなければならないが、潜水艦が公海を潜航するときには、浮上したり、国旗を掲げたりする必要がなかったはずだ。これは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったということになるのではないか。我が国の潜水艦が、また浮上させられてしまって情けないし、本当にみっともない、中国潜水艦の全データ、つまり、行動の全プロセスが、日本に知れど、ってしまったということが、最大の問題ではないか。日本の潜水艦に、2日間も追跡された挙句、浮上して、まるで白旗を上げて降伏したようなものだ。世界でトップと言われている、日本の対潜水艦能力にあっぱれ。
日本の艦船による強制送還を受け入れたのと同じだろ。などの意見が上がっており、中国が最新鋭と誇っていたはずの原子力潜水艦が、日本の海上自衛隊に浮上させられたことに、多くの国民が疑問と不満を感じている。日本の領海に圧力をじわじわとかけていたはずなのに、軍事大国である中国は足元をすくわれてしまったということから、自国に対して怒りを感じた人さえいたようである。